よし。これさ、沙織さんさ、俺が車乗ったらさ、沙織さんも車乗ってくれんのかな。一緒に車乗らない？ちょっとね、この上で一緒に写真撮らない？沙織さん、ほら、沙織さん、ほら、おいで、ほら、車乗んないの、沙織さん乗ってくんないのかな。一緒に乗ってさ、自撮りで一緒に写真撮ろうぜ。ダメ？沙織さん見下ろす、ダメ？一緒に写真撮りたいな、沙織さんと。ダメか？ちょっと見えない下にさ、後ろ沙織さんいるのに、クソ、ダメか？おい、撮ってんじゃねえよ俺を、見せもんじゃねえぞこっちはよ。撮ってんじゃん、撮ってんだろ、ほら撮ってんだろ、こっち向けよ。なんでこっち向かないんだよ、さっき俺撮ってたくせに。なんだなんだ、おおおおおおお、撮ろうとしてる、撮ろうとしてる、あ、撮ろうとしてる、撮ろうとしてる、撮ろうとしてる、あ、ちょちょ、なんだなんで顔隠すんだ、おい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 、俺を撮っているのに俺は撮っちゃダメってか、なんだこいつ、なんだなんだなんだ、おお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 なんだね君たちは、ちょ、なんだ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 、撮ろうとしてるな、撮ろうとしてるな、撮ろうと、あ、撮った、ほら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 、顔隠すんじゃない、この人隠さないし、隠さないし、あ、なんだ貴様も撮る気か、俺を、妙しくりんな格好して、みんな俺を写真撮ろうとするな、なんでだそういうなんでこっちを向かないんだ、なんだよ、一緒に写真撮りたかったのに、ただ一緒に写真撮りたいだけなのに。ああ、そんな、こんなとこにいなくてもいいじゃないか、あれー、待って、これ今俺は忙しいんだ、デートを邪魔するな神に裁かれっぞ、あんま人のデート邪魔してっと死んでしまいますよ、まったく、ここでおめかしすんの、行こ行こ、邪魔すんで、飛び切りの服をくれ、いらっしゃいませ、ようこそルマルシェ、安めのね、彼女のドレスを選びに来たんだ、クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな、店入ろう、もちろんございます、それではドレスをお選びください、沙織さん店に入ろうよ、店の前で壁と見つめ合ってるんだけど、お、何、選べるの、ドレスを設定します、だって1個しかないよ、すごいセクシーな衣装になってるよ、すごい、これしかないの、あ、いいねなんか、でもなんか、なんか、あ、いいんじゃない、なんか、ディズニーって感じ。いいんじゃない、ディズニー感出てるし、これいいな。ディズニーだね。みんなどれがいいですか？おー、俺ディズニーだな、今んとこ。これはちょっと。なこれなんか高級な壺みたいなろくろ回してる時の壺みたいな柄、なんなのこれ、何柄これ、壺でしょ、あ、いいね、これもディズニー感出てるよ、どれかな、青いいね、肩パッドがあるねでもこれマジなんか壺みたいじゃない、なんか違う、なんか壺っぽくないですか、どれかな、おー、いいねこれ、チャイナ感出していこうよ、いいね、なんかエレベーターがあるみたいな、どうする、どれがいい、みんなどれがいいですか、バブリーなやつある、なんかこれは実験体みたいな被験体みたいなバイオハザード6のシェリーがこんな服着てなかったっけ、被験体だよね、これ被験体がいいか、壺がいいか、案外壺がいいんじゃない高級な壺ディズニー、ディズニーダメ、ディズニー、妖精、妖精はダメですか、妖精、いやでもチャイナか、でもチャイナが一番人気ある、
一番目のやつ、これなんか無難な感じがあるよね。なんかロングがいい。でもチャイナ良くない。でもチャイナにするか、これはツボだよって。まあでもチャイナにしとくか。一つだけなんか異色放ってるもんね。なんかこれスリット入ってるから、これでいいでしょ。もうねえ、チャイナコメント多いし、受け狙いで受け狙いでツボ。いいのいいの、あいいね、赤も選べるよ。スタイルいいっすね。くびれやばくない？いや、でもどうかな、妖精。妖精も好きだけど、まあいいか。チャイナ。これもなんかツボに見えてきたな。なんか全部ツボに見えてきた。高級な。でも青かな。青にしとく？他は、あ、なんかつけれるよ、ほら。おか、いいね。花生えてます、いいね。花いいじゃん。メガネは、お、メガネどうかな。メガネなんかつけても結構髪で隠れてるからわからんな。これは、おお、イヤリング、これ重そうだけど。でもイヤリングどうかな。十字架。十字架、これは、あ、ネックレスだね。数珠みたいだけど、数珠つけとく。香水つけた人の気持ちを落ち着けてくれる。今話題の香水つけた人の気持ちを高めてくれる。高めればいいんじゃない、情報を引き出すために。そしてブレスレット、ほう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 、ベルト、花でいいんじゃない、花、オッケーで、腕時計、あ、かぶるかと思ったら、シンプル時計、これでいいでしょう。モリモリでいこう、モリモリで。俺のセンス。で、チャイナ服がまずあれなのかもしれない。まずチャイナ服にこれが合ってないのかもしれない。指輪、ハートリング。お、いいね、でかでかでか、でかいからこれにしとくか。高級感出てるよね。なんかこれも武器みたいな。拳握ってこれで叩けば威力上がりますよ。護身用に持っとくか、これ。護身用にな。爪の色はレインボーでいい。レインボーでいいのでは、もう。こんなキャバ嬢いるの？レインボーでどういう時に使うやつなの？どういう場面で使うもんなのこれ。どういうシチュエーションなんだこれ。まあいいか、レインボーで。どういう時に使う。あ、下の方いけないの、なんで。なんか全体的になんかごちゃごちゃしてるけど。どうしよう、これ見て服変えたら。なんか、数珠が良くないかな。首元の数珠が良くないかもしれん。でもどれ、俺のセンスの問題かこれは。数珠の質激しいなこれ。あー、ダメか。あー、どれでも、真剣だよ俺。だって真剣だったら俺こっちやりたいよ。青いし。これだったら、あ、色選べるんだ。この色良くない？すごい。
なんかカーテンの色といい同化してるからいざという時隠れれそうだ。あ、こっちか。カーテン柄でよくない？はあ、髪型変えれないんじゃないかな。カーテン柄でよくないですかこれ。ねえ、ほら、これで鼻の色と合わさっていいんじゃないこれ。花がいらないこれ。とりあえず源田法律事務所のね、頂点だからクイーンだからつけとこう、王冠は。メガネなんか、メガネいらない気がするな。なんか微妙になんか隠れてて分かんないからな、やっぱりメガネいらないんじゃないね。えでも髪型いじれないからもうしゃあないですよこれは。星つけとくか、とりあえず。数珠が、なんかどれつけても、これ？ああ、数珠。花ダメですか、花。あ、これでいいんじゃない、なんか。どうかな。手元が、あ、顔とか髪はメイクやってくれる、そうか、メイク後でやってくれるのか。でもとりあえずじゃあこれでいこうかね。どうですかこれ。レインボーだいだい、爪のレインボー感がすげえ面白い。だってさ、どこにつけてくの、あのレインボー。つけ爪だとしてもさ、どこに行くの？あれつけて。ダメだ。面白い。どう、沙織さん。着替え終わった？待ってください。着慣れないもので。なんか、デート中のカップルみたいだな。デート。真冬に怒られますね。沙織さん、あいつとは幼馴染だったんだろう？ええ。中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。そうだったな。そうなんだ。あ、いいじゃん。でも真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り。中学のクラスでもいじめられてたんです。やらついてる。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。そうなんだ。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです、はあ、一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を。ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね私。人に歴史ありだ。そういえば真冬にも小さい頃憧れの存在がいたそうです。そんなの？俺？あの子が子供の頃、お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。そうなの？ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばってしばらくは意識不明で危なかったとか。ええ、その後ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。それは誰だ？物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。お、それがあの子にとっての初恋だったのかも。似合ってるんじゃない？初恋？検察官に？いいでしょこれ。その人は今真冬の上司で森田検事生です。森田検事生か。親父趣味。案外親父趣味だったんだな。矢上さん、私が真冬を紹介した日覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。覚えてるよ。あの日森田検事生は別の女性と結婚を。そうなの？それで私、
真冬にもっといい男の人を紹介したくて、だから八神さんを呼んだんです。いい男。そういや最初はちょっと暗かったよな真冬。ショックでした。うん。あ、今夜は眠れそうにない。あ、いや別に全然平気。今は沙織さんの方が好きだ。これだ。いや今は真冬より沙織さんの方が好きなんでね。お、やった。何言ってるんですか急に。やった。八神さん、たまにそういうとこありますよね。やった。よくないと思います。フラグだった。冗談だっての。おいお前、まったくもうやめろ。着替え終わりました。ん？もういいんじゃない、ほら。いいんじゃない、ほら。本当ですか。あ、そうだ、ちょっと写真撮らせて。ティアラ。いいじゃん、ティアラ。勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ。そうだよ。ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。うん。はあ。ティアラと、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、八神さん。いいの？沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。ほら。あ、いいな。やっぱり僕も一緒に行くんだったかな。で、美容室はどこにすればいい？ほら。そうですね。同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし、腕も確かですから。うん、分かった。ありがとうな。いいじゃん、ティアラ。完璧じゃん、ほら。星野くん。星野くんといい酒が飲めそうだな、俺は。星野くんとあの店の従業員とはいい酒が飲めそうだぞ、俺。笑いすぎ。いや、なんで、ティアラが。待って。沙織さん、その格好で、その格好で歩いてるの。待って、ちょっと写真撮らせて。沙織さん、沙織さん、写真撮っていい？いいと思います。すごい。よし、オッケーオッケー。いいよいいよいいよ、すごい。よし、間違ってなかった、やっぱり俺の。美容室チェリー、星野くんが言ってたのはここか。やっぱり俺の見る目は、ま、入る。間違ってなかったんだ。今日はどのようにいたしましょう。寒くないかな。おお、何今、何。あ、オッケー。髪型、え、髪型いじるの。お、もう全然別人じゃん。髪型でそんな変わる。待って。リーゼントついてる、頭に。何これ、ヤンキーファッション。おねえ盛りだってさ、豪華な印象。こんなおねえ盛りってな髪型なんだ。揚げ巻き、ショート、爽やかさや親近感。なんかあれだね、これすると真冬さんに似てるね。真冬さんに似てるぞ。これでいいと思うけどな。これは、あ、全然印象変わる。ミディアム、フワミディ、一見重めに見えながらカールが全体柔らかく。お。子供感すごいよこれ。ツインテール。すごい幼顔だから子供感が強くなるよ。小学生感出ちゃうけどこれ。レギュラーツインテール、ね、レギュラーツインテールって言うんだこれ。耳の高さで、子供感が。あ、でもいいんじゃないこれ。ポニーテールなのこれ。ヤシの木みたいになってるけど、これポニーテールっていうの。ローポニーとかあるんだ。あ、でもいいんじゃない。ポニー俺好きですよ。ツインテール、ちょっとやばい。おお、クラシカルザストレート、ザお嬢様、いいね。ストッパー当てたみたいだね、これに、元のやつに。お、いいね、いいんじゃない。ストレートロング、
あの篠原涼子さんみたい。似てない？めっちゃ似てない？顔立ちすごい似てないか。この髪型だとまんま見えるんだけど。いいですね。この髪型いいぞ。芸能人感出てるよこれ。あ、これもいいね。ちょっと遊ばせてる感じ。姫巻めっちゃ似てるよね。あ、今来ていらっしゃい。愛しさと切なさが、うん、編み込みボブ。なるほどね。ね、前髪印象変わるよね。あ、これもこれもいいね。あのちびまる子ちゃんのたまちゃんみたいな髪型でいいんじゃないかな。お下げ嫌いじゃないよ。あ、聖子ちゃんカットだこれいいな。昭和生まれとして聖子ちゃんカットは外せませんよ。これは、お、いいね。これもいいな。オールドロング、80年代後半に流行したらしい。いいね80年代後半いいね。ドストライクだよ。ダブルお団子、あ、いいね。お団子いいね。すごい銀玉のかぐらちゃんみたいな。いいね。工藤静香さんっぽい。わかる。いいよね。これはネオソバージュ。現代風アレンジだって。ネオソバージュハーフアップ。あ、これもいいね。シンプルでお手軽ながらもおしゃれな雰囲気。アップ、お、アップいいね。いいね。お団子作りたいね。団子ならちゃい。確かにサイドダウン、寄せた感じだ。エレガント、ソフトウルフ、ソフトウルフって言うんだ。みんな的にどれでした？俺的にはこれかなこれかなとも思うんですが、まあでもこれかな。これすごい似合ってる気がするな。これめっちゃ似合ってる気がする。サイドかわいい。ストレートロングが俺は一応今のところ一押しかな。これか姫巻き、一番なんか沙織さんに似合ってる気がする。はあ、ツインテール、ストレートロングめっちゃ似合ってるよね。はあ、いやまあでもね、綺麗に仕上げないと怒られるから絶対ストレートロングかな。ストレートロングでちょっととりあえず合わせてみようか。あ、髪の色も、いやでも黒が一番似合ってる気がするな。緑緑おお、ディズニー感出てきたよまたおー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 おお、そんなこともできるのか。あ、でもいいぞ。なんか漫画っぽくていいぞ。このな、黒髪だけどなんか紺っぽい青っぽい色みたいな。アニメとかだとあれだよね、黒髪でもなんかこういう感じの髪だよね。ただの黒じゃない感じ。いやでも俺水色好きなんですよねうわ、待って待って、これでさ、ちょっとおー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 おお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 お、なか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 だぞこれは。なか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 すごいものがあるぞこれは。おおポップデピピック感が出てきたぞ急に。ポップデピ感出てきたけどもあ、でも金髪よくない？金髪。いやでも、やっぱ一番黒が合うな、やっぱり。遊べるな。いや、このゲーム遊べるぞ、いくらでも。みんな的に何色がいい？ストレートロングだったら。はぁ、何色がいいと思う？みんな。明るすぎる色はちょっと NG だよな。はあ、やっぱ黒系が似合ってるよね。こっちの黒とこっ
こっちの黒はこっちのが黒いのか、より黒系か青系黒系か青系、あ、茶色もいいのかな。俺自身が髪あんま染めたことないから、あんまっていうか染めたことないから、もう黒以外の、いやでも遊ばせた方がいいのか。いやでもこの黒めっちゃなんかいい気がする。なんかシュッとするよね。黒だとなんかめっちゃシュッとしない？シュッと感が出てなんかいい気もせんでもないが、まあ、ちょっととりあえず目やってみようか。眉毛、うん、標準俺地毛が多いもんね。太め、細め、バランス、バランス、はあ、黒い青良かったけど服ピンクだから、髪の毛ね、だったらこのあの髪遊ばせとくなここで遊ぶという手もあるよ。でも髪は遊べないからここら辺で遊ぶという手もあるんだよそこで遊ぶというあるからね眉毛青、ちょっと待って、ダメだ、青すぎる、ああまずいまずいまずい待って、目か、元のまつげ、パッチリとしたまつげ、これはどうなんですかね。何もない方がいいような、なんかこれだとなんかすごい、はあ、目に入りそうじゃない。そこで遊ぶとはでもどうなんだろうな、これなんかない方がいいような気もせんでもないけど、なんかすごいわさわさ感が出ちゃうけど、ない方が良くない、これなんだろうな、わかんないな。それもいけるの、待って、おお、そんな紫、あーどうなんだろうこれ、キャバ嬢ならコテコテで、紫じゃ行ってみる、紫、アイラインアクセント、お、垂れ目風キャバ嬢関係ない、くっきり標準、垂れ目じゃない気がするな、釣り目なんかなんかこのまま顔をさ紫でどんどん埋めていったらあれじゃない、なんかバットマンの敵役みたいな、そんな感じになるんじゃないの。アイシャドウ、はあ、すごい目元紫になっちゃうけど、そういう感じになるんじゃないの、どんどん攻めていったらプロレスラーじゃん。おお、すごい、目の色変えれるのか、いいぞなんか洗脳されてるような、目の色青良くない、日本人顔に合うか分かんないけど、青いいな、青い瞳ってなんか憧れません、海外の、青でしょやっぱり目は。これは沙織さんのためを考えて、チークのカラー、チークのカラー、お、黄色白いな、待って
なんかそういうメイクしてるみたいになってる。チーク、チーク、どうなんだろうこれ。チークどうなんだろうな、なんかよくわかんないな。二度と見れないよこれ。奇抜なカラーに。よし、ちょっとピンクな感じでいいんじゃない。わからん、なんか変化がよくわからん。唇ゼロじゃん、ゼロじゃん、それは。おお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 
これどうなんだこれ。お化け屋敷だよね。お化け屋敷になっちゃった。どうしよう。なんかナチュラルな感じでいいんじゃないのこれは。濃い色。ちょっと。濃い色ダメだよね。でも自然な感じがでもいいでしょこれは絶対。これかこれだよね、でも。プール入りすぎた。どっちかな、こっち、左と右。でもこっちの方がいいか。ね、こっちなんか暗い感じが。ちょ、真面目にやろう、真面目に。こっちでもこっちじゃない、右いいよね。右すごいいいと思う。ちょっと、カラコンは、あれだな。眉毛でもすごいなんか普通になっちゃいますよ。でも色をあれだと、どれがどれなんだっけ。ここを黒にしとけばいい感じ。でもなんかそれだとなんか目がなんか青すぎる気がするな。普通じゃダメなんか。待って間違えた。目の色がちょっとあれか、青がダメかやっぱり。普通だけどこんぐらいですかね。めっちゃ美人になったね。遊ばなければ。でも緑の人もいいよ、すごい。そしてティアラいる。ティアラもう直せないから、これティアラはもう確定なんです。目何色がいいと思う。目何色。青はちょっとダメな気がするな。普通だったらこれだよね、黒。青でも変じゃない、マジで変じゃない。青でもなんか青だとなんか目がすごい目立たない、なんか。ブラウン、目は青、こっちの青かな。なんかこれなんか濃すぎる気がする。なんかカラコンはグレーでやってる。なんかこっちの青だったらまだあれな気がする。で目緑綺麗だよね、すごいね。真正感で、真正感。なんか暗めな色の方がなんか合ってる気がするな。ドレスに髪型合ってないかな。髪もうちょっと遊ばせた方がいいかな。じゃあちょっとこっちのあれな感じで。髪型合ってない、これかな。これかな。でも髪型、いやこれかこれなんだよね。こっちだったらまだ合ってる。これ合ってるんじゃない、すごい。これ合ってるんじゃない、めっちゃねえ。ドレスに負けてないよ、この髪型。これでしょ。ティアラの違和感が
あれだけど、服が淡い色だから髪も薄い方が合う、髪も薄い方が合うかな。こんな感じ垢抜けたな、すごい。これだったらあれじゃない、目の色青でもいいんじゃない。これだったら、これだったら青を採用してもいいのでは。髪を明るくするという、極端バービーちゃんみたい。でここで茶色にすればいいわけでしょ、だったら。ここら辺は茶色ってどれだ、これ茶色がなんかどれか分かんなくなってくるな これもう完璧にもう異世界人だよね、もう。外人寄りにする。身元特定されたらあかんもんな。確かに。もう、海外からしたと。ああ、ピンク茶ん？この茶色いいか。この茶色いいんじゃない？はあ、コミケやん。ああ。待って、一番最初の黒の下にあるのがいい。黒の下にあるやつ、これか。これなんか FF 感出てない、なんかライトニング感出てるよ。なんか茶色もいろいろあるんだ。これでもいい色だよね、これね。すごい。こうする、目を青くしたいがためだけのこのあれだけど、すごい。これにするか。じゃあ全部俺のカラーだったら青くなっちゃうけど、すごい。これしてみっか。小悪魔感出してみます。はあ、他はもういいか。じゃあ、ね、田舎の川町いいか。目を青くしたいんだ俺は。ね、なんか FF 感出るよね、なんか。いや、もう FF で。じゃあもうずっとこれやってるから、はい、一緒。もう星野くんも喜ぶだろう。あ、眉毛の色も合わせそうか。ごめん、もう言っちゃったわ、すまないそうか、眉毛の色とか全然いじってなかったな。へえ、こりゃ想像以上だね。すまん、そんなにジロジロ見ないでください。言っちゃったもん。ごめん。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。そうか、眉毛忘れてた。何、あ、もう沙織さん視点になっちゃった。くそ、ぜひみんなこのゲーム買って。お、見ろよ、すげえいい女。やんのかこの野郎、やんのか。ほら歩け。うわ、すごく綺麗な人だな。やんのか。ちょっと、ああ何、他の女に見とれてるのよごめんってば。なんかいざこざが起きてる。ああ、評判いいじゃんね。これとんでもない格好したら町の評判悪いのかな。すごい。お姉さん、どこのお店で働いてるの。うるせえ。よかったらうちに来ない、倍出すから。ナンバーワンだぞ。あんまり変にすぎるとイベントは。そうだね。ほら、どうよ。ねえねえ、今の子どこの店の子、案内してよえ、声低いね。ああ悲鳴上げられながら逃げられるのやだな、沙織さん見て。ああ、ぜひみんな自分好みの沙織さんを作ってね。ああ、ちょっと俺失敗しちゃったわ、眉毛いじってないや。